馬場、木村、井上のファミリー軍団と口永遠泉田の悪役紹介、30分フルタイム時間切れ引き分けという結果に終わりました。前代未聞の初めての出来事であります。マイクコールが起こっています。いやー、今日は6選手ともお疲れたでしょう。どういうマイクパフォーマンスになりますか。ラッシャー木村へのマイクパフォーマンスを要求するマイクコールであります。いやー、しかし30分いくとは思いませんでしたね。悪役紹介のフォーショット、フルメンバーオールスターキャストであります。いやー、よく頑張りました。さあ、それではこの後ラッシャー木村選手のマイクパフォーマンスが行われるものと思います。ゆっくりとお聞きいただきたいと思います。今日はエーゲン選手が地元ですんでね、エーゲン選手に一言あるか。Kimura-san, gochan desu. Kimura-san, gochan desu って言葉はお相撲さんの言葉なんだよ。でもまあいいわ、そのうち必ず食べさせてやるから待ってなさいね。ここでしばらくの間休憩時間をいただきます。先ほど申しましたカラーボール投げピンクのボールをお待ちのお客様、この休憩時間が終わるまでにドミーが出てきれい